Thank you.
あそこに、ね、ファミリーマートの緑の看板がある、はいはい、あそこに今待ってる、はい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 、今車ですから上ずっと通ってきましたけど、はいはいはい、歩いたらもうこの下なんですよ。 あそこがセブンイレブンの入り口で、ずっと長い道がつながって、あそこにお寺が大きいお寺の下まで長い道がある、はい、それが老害っていう山内です、はいはいはい、ただもう今日はね、もうそろそろ7時過ぎるともう店が始まるんですよ、うん、ああそうなんですか、ただあの、ま、階段の途中にあるお茶屋さん、うん、あの赤い提灯のついてる有名なところは11時ぐらいまでやってますので、はい、まだゆっくりできると思います、はい、食事できるところありますかね、今から行って、今からすぐ行けばできるところ何件かあると思います、うん、で、今日泊まるところはこの正面の、ちょっと今暗いですけど、はい、正面の建物です、はい、そこです、わかりました、あの前の道ですね、ずーっと降りていくと、はい、ていくと、あそこに白い3階建ての建物なんで、車が今2台、2、3台止まってます、車が、あそこに、あ、違うね、はいはい、あの道をずっとまっすぐ降りていくんです、はいはいはい、坂ですから、そのままずっと降りていくと、ちょっとくねってますけど、下まで降りると九分小学校があります、九分小学校の前に降りる階段ありますから、それをずっと降りていくと、もうその古い町の方に出ます、ね、あ、そうですか、歩いて大体5分ぐらいで行きます、5分で行けるんですか、ね、今車が上がってきてますよね、はいはいはい、あれね、はい、各地図です、はい、タクシーから250円、250円、バスは何でもあるんですね、バスでしたら今、ちょうどあの2人向かいましたよね、乗せましたよね、はいはいはい、あの2人が待ってたところが、下り、ね、15行きのバス停なんです、はい、あそこまで歩いても10分ぐらい、そうですね、あのセブンイレブン、これから街行くと、街、はい、の方からセブンイレブン抜けられますんで、はい、今車だから上通りましたけど、歩いたらもっと近い、近いですから、はい、そこに行ってバス乗って随分まで15分です、はい、15分ぐらいでね、はい、で台北まで行って、うん、まあ早いかな、電車朝のうちだったら本数あると思うので、うんうん、それが一番早いかもしれない、ね、やっぱり台北からの方がいいんですね、電車ないけど台北になるんですよね、そうですね、台北に着けば、はい、東園行きのバスはたくさん出てますんで、あ、はいはい、その方が間違いない、間違いないですよね、はい、小心阶梯哦，小心阶梯。海光，你所谓吧。你讲今麦电饭煲，条件错电饭煲。